ハニューのカラーチェンジ。ファンの心を彩る五輪の魔法。国際オリンピック委員会 IOC のウェイボー公式アカウントがフィギュアスケーターのハニューさん28に捧げる特別な瞬間を共有しました。その瞬間とはハブさんが過去に披露したパフォーマンスの中から異なる色に染まった魅力的な瞬間を振り返るものでした。ハニューのカラーチェンジ。今日のあなたはどの色が好きですか というキャプションとともに、ハブさんの過去の五輪パフォーマンスを象徴する5つの色が、まるで彩り豊かな夢のような動画としてファンの前に現れました。2014年、ソチ五輪の、パリの散歩道ではブルーの中に潜む青春と冒険。10年の、白鳥の湖ではパープルが幻想的な美しさを紡ぎ出しました。18年、平イ五輪の、生命ではホワイトが情熱と感動を映し出し、年、 北京五輪の、天と地下では淡いグリーンが希望と調和を奏でました。そして、同じく北京五輪エキシビション、ハリヨライーではピンクが優雅な一瞬を彩りました。この動画に対する中国のファンからの反応は熱狂的でした。ユズなら絶対に全パターンだね、全部。わざわざ選ぶまでもない。オールアイエヌ、全部。彼なら全部欲しい。どれかを選ぶなんて子供がすること。私は全部よ。 彼は何を着ても美しいと、ファンたちは言葉ではなく心からの愛を表現しています。一方で、選ぶの難しいよ。もし、どうしても選べと言うなら、パイの散歩道、絶対に、生命といった、個々のパフォーマンスに対する熱狂的なコメントも寄せられました。しかし、その中でも際立つのは、羽生譲る自身がこの世界で最も眩しい色彩を放っている。唯一無二、きらびやかで純粋で美しい。 オリンピックまでもが羽生結弦を恋しがっているといった、羽生さんへの深い敬愛の念です。この動画を通じて、私たちは単なる色の変化ではなく、羽生結弦が五輪の舞台で紡ぐ感動や魔法の瞬間を再確認しました。彼のパフォーマンスはまさに色とりどりの芸術品であり、五輪の歴史にきらめく宝石です。最後に、ファンが繰り広げる、全部好き、という言葉が象徴するように、 ハニューユズルの魅力は一つを色に縛られない多様性と、どの色も異なる光を放つ、その唯一無二の存在感に宿っています。彼の新たなカラーチェンジが、未来の舞台でどんな美しい色を私たちに見せてくれるのか、ファンたちは今から楽しみにしています。